南質アズナは、蒸気ナに属する魚類の貝分類群の一つ。およそ4億年前のデボン期に出現した、原始的な甲骨魚類の一群である。石炭期、三畳紀にかけて繁栄したが、その多くは、ジュラ期までに衰退し、原生種として生き残った仲間は唯一、長ザ目目の目となっている。プラティサミデイカの一種。上下非対称の大オヒレなど、 原始的な特徴を残す軟質アズナは、古生代で本期に出現し、分岐ベレア孔と共に、最も原始的な甲骨魚類と考えられている。より系統の古い軟骨魚類との最大の違いは、骨格の甲骨化であるが、軟質アズナでは甲骨化は、部分的なものにとどまり、骨格の大半は、軟骨で構成される。古生代の石炭器、ペルム機、 中世代三畳期にかけて、世界の海洋、淡水域で繁栄したが、ほとんどは、ジュラ紀までに絶滅し、完全な甲骨化による頑丈な体格と、敏晶な運動性を共に獲得したシンヒレアコウの仲間にその地位を譲ることになった。2006年現在、南シアズナには少なくとも11目30化が、記載されている。そのうち原生種を含む、本アコウの魚類に共通する。 形態学的な特徴としては、マサイ骸骨を描くこと、前上顎骨と主上顎骨は外翼上骨及び後骸骨の一部と強固に接着することなどがある。また、多くの種類では、尾ひれが上下非対称な世となっている。南質アズナには、原生種として、長ザメ目国か六属十七種が知られるほか、十目の絶滅群が所属するとみられるが、 その分類体系は極めて不安定である。それぞれの種の化石から見出される、形態学的特徴は多様性に富み、アコー全体のみならず、所属する各グループの単系統制も明らかではない。かつて本アコーに含められていたポリプテルスメは、ネルソンの体系において、独立の分岐ビレアコー、クラデスティアとして位置づけられるようになった。いかに2006年までに知られている11目の、 分類体系を系統順位に沿って示すが、ハプラルパデイカなど、いずれの目にも含まれていないところ属未定のグループも、多数存在する。2004年にクルーティ及びアーシャは、所属未定のダイアロープな属を残るすべての、蒸気孔魚類の姉妹群とみなし、以降系統順に、ケロレッポディデイカ、ミミア属及びモイスミウナ属、アソリオグシース属さらにコンタキア属へ連なるとする、仮説を提唱した。 エイクロレパデイカの一種プティコレピスボレンシスバージェリデイカの一種バージェリア SP オヒレは常用が長く伸びたいよとなっているペイリアニシデイカの一種ペイリアニスカスフライスラベニープラティサミデイカの一種プラティサマスギブスス円盤状の体型が特徴で体は後輪で覆われるソーグシーデイカの一種ソーグシースキューリオニー長く突き出た風を持ちオヒレは 上下対象ソーグシーデイカの一種ソーグシース、シーフェルデンシスの創造図。強力な捕食者であったと推測されている、ソーラコプターデイカの一種ソーラコプタースマグニフィカス。ありがとうございます。